はい、こんにちは、スイカです。今回はね、このガラルに来て大化けしたゼニガメを使っていこうかなと思います。対戦相手の方はヒーローさんですね。出たよ、巨大 EMAX かもしれないラプラス。こいつがめっちゃ強いらしいやん。多分相手ね、これゼニガメ結構通ってるんですよ、相手のパーティーね。で、このヒヒダルマとラプラス、この辺の布陣をドイツで対処していくか。で、まあ、対する戦略としては、おそらくモルペコ先発からの生拳ゼニガメ、多分この布陣が一番しっくりっていうか、腑に落ちるような戦術になるんじゃないかなと思います。ちなみに、久々にこれポケモンの対戦、ランク戦潜ってるんですけど、僕今、2月中にさ、シーズン潜ってないせいで、ずっと今スーパーボール級のランク7なんですよ。で、ここで、さあ、なんか噂によっては君弱点保険型らしいけど、まあなんとかなるやろ全然知らんけど、まあなんとかなるやろの精神でね、挑んでいきまして、まあ、オーラ車がどこまでダメージを入れることができるのかっていうところもある意味注目。硬すぎやろこいつそれはみんなこれ弱点保険入れるわな。さすがにこれはね、硬すぎやし、巨大旋律がさ、これ、攻撃した後に、これ何、あられ状態からのオーロラベール状態でしょ、確か。頭おかしいやん。これに関しては、申し訳ないけど、頭おかしいと言いようがないけど、大丈夫ですよ。これは作戦です。はい。実はですね、ちゃんとこの時のことも考えておりまして、まあ多分ここ相手、ダイサンダーで倒してくるとは思うんですよ。そこでですね、ダイサンダーをうまいこと活かしつつ、まあここはもうどうしようかな。まあ自己サイズでいいや。ただダイサンダー持ってると思うね。うまいことを活かしつつですね、これ、実は天然生拳じゃなくて、飛び出す中身生拳なんで、これで、とりあえず巨大ラプラスを潰し得ることはできた。は？いや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 。それは違うでお前。それはちゃいますぜ。いや。どうすんのこれ。まあ、とりあえず殻破るところからポケモンバトル始まる。まあ、どうやら来る時が来てしまったようだな。こっからゼニガメの奇跡の三立て劇を皆さんにお見せしていきますよ。ちなみにラプラスのオーソドックスな特性は貯水なんでしょうか、それとも弱点保険の急所のリスクを考えてのシェルアーマーなんでしょうか。まあいろいろと分かれてはいると思うんですけど、多分貯水よな。雑に強いので貯水なんよね。なのでここはね、大最高にします。あんまり理由はないんですけど、とりあえず先生技の持ちのポケモンもいないけど、まあ多分これが一番丸いんじゃないかなと。まさかゼニガメをダイマックスさせるときは来てしまうと思わんかったな。とりあえず壁ターンをどうにかしたいんですよね。かわいいものすんごくかわいい。オッケーいや倒したはいいけど、こっからなんだよな。オーロラベールマジで5ターンじゃなくて3ターンでいいと思うねんけど、お前強すぎるわこれ。まだ残ってますよね。サニーゴとかいたら、もうヒヒダルマとかいたらどうよ。熱湯ナイトヘッドで終わるぞこれも。もうほっとるし、ここ大ボールかな。ここ大ボールにします。俺は至って冷静やからやんな。急所で倒すしかないか。さあ激流込みの大ストリーム、これで潰すことができたら僕はね本物だと思ってます。頑張ってくれ。
倒してくれ。そのまま。え、強い。ちょっと待って、強い。え、待って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 。え、勝てるこれ。ま、サニーゴ飛ばせんの？もう完全にさ、今、もうお通夜ムード漂ってる中でさ、お前これどうすんのさーって。あ、ちょっと待って。あ、待って待って待って。あの、こだわりスカーフやめてね。こだわりスカーフは。頼むわ。ちょ、スカーフやめて、スカーフは。ハチマキ。ダルマモード。ダルマモード、スカーフ。あ、じゃ、ハチマキ。頼む！あー！先発ね。俺、ゼニガメでいいと思うわ。まあ、なんか、何、あの、レパルダスとかが出てくるかもしれんけど、まあ、それは正直どうでもいいです。もう今回はこう、ゼニガメの圧倒的力を、まあ、皆様方にお見せすることができたら、僕はもうそれでいいんじゃないかなと思ってるんで、選出はこんな感じでいいと思います。そういうことで対戦よろしく。わからんけど、いまいちあの巨大リバックスの知識がさ、いや全然もう1月の頃からもうアップデートされてないからさ、もう何もかもがわからないということで、まあちょっと初代の馴染みの水タイプ友達として、まあいろいろと頑張っていきたいところではありますね。まあサダイシャは確かなんだっけ、コメントに行き詰まったわ。ここ多分ステルスロックか、まあ、なんか適当にしてくると思うんで空振します。まあレパルダ、あれドヒドイデが出てきたとしても割かしどうにかなるね。ドヒドイデはね、あのミラーコートをダイマックス技でダイサイクに切り替えることができるので、それで多分割かしいい感じに攻撃をしでかすことができるんじゃないかなと見ておりますが、完全に舐められとるぞ。めちゃくちゃ舐められとるやんけ、ゼニがね。これ、これもう泣いちゃうで、初代からポケモンやってる人。もう、後輩も、一番後輩のさ、サダイシャっていうこのヘビポケモン、タイプ相性、圧倒的不利やのにさ、もう舐め腐ってないやん、もう。大丈夫これ。僕はもう、この先心配です、本当に。サダイシャくんが。ちょ、サダイシャくんがね、ちょっと良くないのが、こいつ攻撃、接触技か、特殊技か知らないですけど、これ砂起こしするじゃないですか。その砂起こしのせいでさ、あのミミッキュじゃない、ゼニガメのタスキを潰されるっていうのが一番しんどいね。もしかしたらサダイシャここでドラガオリ鉄壁を積んできたっていうことは、もしかしたら弱点保険型の可能性があったかもしれない。ええちょっと待って。あれか、相手ワンチャン、ワンチャン仕掛けてきたな、ここ。じゃあここ多分ヌメール交代してくるかもしれんから、レイル言ってもいいけど、まあハイポンでいいな。ヌメールもどこまでの硬さ、あ、でもあれやね、巨大マックスちゃうんやね。お前こんなさ、なんて言うんやったっけ、このパンあったよな、三日月パンみたいな。おい、ちょっと何もすることもできずに倒されるっていうことやめてくれよ。いけー、お、強い。完全に狙えてた。やっぱりね、僕の古からのね、使ってきたポケモンだけありますよ。僕がね、水五郎が好きになるまではゼニガメが一番好きでしたからね。僕の最初ってあのゲームアドバンス世代だったんですけど、僕親からゲームアドバンス買ってもらえなかったんで、いとこからゲームボーイカラーをね譲り受けて、その時に赤緑をもらえたんですよ。で赤緑でそのポケモンやり始めて、やっぱ周りのみんなもねポケモンやってるから、よっしゃ俺もポケモン通信して対戦もするぞっていう心意気で楽しんではいたんですけども、まあ悲しいことにね、やっぱみんな周りさゲームアドバンスやからさ、ちょここ当てろよ、ここほんまに。まあいいんですよ、ちょっと話一回戻りますね。ゼニガメのタスキの強いところっていうのは、このミラーコートで特殊アタッカーを潰すのもいいですし、この激流のハイドロポンプ、これをね、狙っていけるっていうのも、僕は、ね、とても強いんじゃないかなと、おぉ思ってたんですよ。あ、ちょっとこれ、僕との絆が足りませんね。ちょっと、お仕置きをしないといけませんね、これね。お仕置きしなあかんけどさ、これどうしよっかな。多分レパルダス挑発持ってるから、それでやられるオチよな。だからちょっとここ冷静に行きます。多分後ろのポケモンこの感じだとガオガエンの可能性が高いかな。
多分ガオガエンの可能性が結構高いと思うので、ここは竜の舞でいいでしょう。いや抜かされる心配があるから大ドラグーンにします。ここはちょっと冷静に、イカ様の舐め腐ってたらやられちゃうからね、さっきのゼリガメみたいに。でゼリガメね、あの冷凍ビームは正直いるかいらないかっていうと結構好みで分かれると思います。意外とね、瓦割りとかを仕込んでおくと、いざねこのミラコで倒してなかったり、カラヤブさせる隙を与えてくれなかったりする、あのオーロン家とかに結構打点を与えることができるので、まあ、僕個人的には瓦割りを冷凍ビームの中に入れるのは個人的にはありなんじゃないかなとは睨んではおります。さあとりあえずドヒドイデがワンチャンいるかもしれないんで、ダイヤスにしときましょうか。はい、うわキングラーがやっぱり案の定キングラーでしたね。ここなんですけど、こだわりスカーフかな。スカーフだったらスカーフだったらで、ね、それはもう終わりなんですけど、ここ生拳でいいと思うな。冷静に行きます。まあ、ここ研磨されたらまあいろいろ考え物ですし、まあ、ここ仮に研磨してきたとしても大ドラグーンはあんまり打ち毒ではないんで、多分これでいいと思うな。ナマコちゃんでいきますよ。あーなるほど、アクアブレイク派閥か。どれぐらい入んの、力づくの補正が入ると。意外と大したことないね。まあここはもう研磨だったりいろいろしてくると思いますし、多分これはもう降参もらえると思うんで、まあ多分対戦ありがとうございましたちゃうかな。おいおいちょっと待って、おいちょっと待って、おい、あまあこの時のためのね、天然のね生拳をね使うの甘えなんですよ。そう、飛び出す中身の生拳はね、この一撃必殺対策に非常に強いので、皆さんね天然生拳もいいんですが、こういった元祖生拳も強いっていうことを僕は皆さんにお伝えしたかった。